ということで皆さんこんにちは、こんばんは、高山です。今回は僕が所持している数あるモバイルバッテリーの中から最もおすすめできる商品を5つ紹介したいと思います。あとね、番外編としてちょっと特殊なタイプのバッテリーも1個だけ紹介しますので、それも参考にしてみてください。それでは行きましょう。まず第5位はルクスチューブの薄型モバイルバッテリーです。これは Amazon で2000円ぐらいで買いました。このバッテリーはデザイン性も大変優れているんですが、厚みが約8ミリと大変薄いのが特徴です。容量は5000ミリアンペアアワーとなっており、一般的なスマートフォンなら 1.5 回分ほどフル充電が可能です。本体の大きさも 138mm×68mm となっており、小型のスマートフォンよりも小さいので楽々ポケットに収納することができます。そしてこのモバイルバッテリーの最大にいいところは、このサイズ感でケーブルが一体型になっているということです。コネクタの形状はタイプ C やライトニングなどから好きなモデルを選ぶことができます。僕の使っている Pixel 4 はタイプ C コネクタなんですが、多くのケーブル一体型モバイルバッテリーはマイクロ USB に変換コネクタを付属しているタイプが大半なんですよ。これだとね、コネクタをなくすし収納も面倒で不便ですよね。その点このルクスチューブの一体型モバイルバッテリーはコネクタをそもそも選べるので、ユーザーにバッチリ合った形が選択できるんです。あえてね、汎用性を捨てて尖った形にしているのは好感が持てますよね。充電もタイプ C に対応しているので、僕みたいにスマホがタイプ C の人は充電器を一本化できるのでかなり便利です。あとこのモバイルバッテリーを選んだもう一つの理由が、スマホに重ねて使用できる点です。とにかくスマホみたいなサイズ感なので、背面に3コインズとかで販売している吸盤を取り付ければぴったりくっつけることができます。ケーブルも一体型なんで、そのまま挿すだけでいいし、余計な道具が一切不要です。これはマジで充電中の持ち運びが格段に楽になるんでおすすめです。余談ですが、似たような使い方ができる吸盤一体型のワイヤレス充電バッテリーとかも売ってるんですが、くっそでかくて重かったり、ワイヤレスなんで充電効率が 70% ぐらいになっちゃうんですよ。なのであんまりおすすめできません。第4位はラブパワーのプラグ一体型モバイルバッテリーです。これもね、Amazon で3000円ぐらいで入手可能です。容量は 6700mAh になります。プラグ一体型構造ということもあり、重量は約 200g とちょっと重たいです。でもね、外出時に充電器を持ち運ぶ必要性がなくなるのはかなりの利点です。普通のモバイルバッテリーなら充電用ケーブルと充電器を持ち運ばないといけないので結構かさばるんですが、このモバイルバッテリーなら本体一つでコンセント充電ができるのでかなり荷物が減りますね。僕は昔から道具をね、よくなくすので、荷物や分離するパーツ類はなるべく少ない方がトラブルが減るんですよね。そういう点でもこのバッテリーは旅行時に大変お世話になっています。もちろんね、コンセントからバッテリーチャージしながらスマホに充電することができるので、ホテルで夜寝るときにスマホとつないで寝れば、スマホの充電が完了した後にバッテリー本体にも充電がたまるので、翌朝両方使うことができる状態になっているのでかなり便利ですね。競合製品にアンカーのプラグ一体型バッテリーがあるんですが、あちらは同じサイズ感でありながら容量が 1700mAh ほど少ないので、僕はね、こっちのメーカーの製品をおすすめします。ラブパワー製品はいろいろ持っていますが、特にトラブルもないので安心して使うことができますよ。第3位はね、ダイソーの500円モバイルバッテリーです。はぁ？クソやんと思った方、ちゃんと最後まで理由を聞いてください。まずね、このバッテリーは汎用性が高すぎるんです。容量は 3000mAh とこの時代のモバイルバッテリーとしてはちょっと少なめなんですが、絶妙な薄型で小型のサイズ感、そして価格がなんといっても500円というびっくり価格、もうね、使い道が広すぎるんですよ。まずね、一般ユーザーにも一番使われているパターンが緊急時のスマホ充電お助けアイテム用途です。このバッテリーはあらかじめ充電が完了している状態で販売されているので、バッテリーがなくて死にそうになっているユーザーによく緊急で買われます。価格が500円という絶妙な設定になっているんで、急に雨が降った時のビニール傘みたいな感覚で買うことができるんですよね。まあ次も使えるしいっかみたいな感じでね、まさにビニール傘なんです。そして全国のダイソーで買えるので、場所も選ばずいつでも購入できます。さらにこのバッテリーは安すぎる割にはちゃんと容量があるので、様々な DIY の工作部品として使うことができるんです。僕の場合は無限回路テーブルっていうマニアックな DIY をした時にこのモバイルバッテリーを電源代わりに使いました。コンセントと違って環境を選ばないので、アウトドアアイテムへの応用も可能です。
他にも VR ゴーグルの補助電源とか USB ファンの供給とかワイヤレスマウスへの充電とか USB ライト挿して災害用装備にしたりとか、とにかくいろんな場面で使える範囲があるんです。そして多少無茶な使い方をしてもお試しの DIY であっても価格は500円なんで、とりあえず買っとけるんですよね。この入手の容易さと容量とサイズ感と汎用性の高さ、これがランクインさせた理由です。第2位はチーロのパワープラス3ミニです。容量は 6700mAh となります。これね、映像をちょっと見てもらえばわかるかと思うんですけど、かなり使い込んでいるんですよね。それもそのはず、このモバイルバッテリーは購入した日付がなんと2016年2月、今年で6年目に突入したかなりの古株なんですよ。今でこそチーロってね、あんまり見かけなくなったんですけど、当時はネットでモバイルバッテリーを買うならアンカーかチーロ以外は品質が当てにならないから買うなって言われてたほど、品質に絶対の信頼があるメーカーなんです。僕の持ってるこいつは当時1980円で購入したモデルなんですけど、6年目になっても全く壊れる様子がありません。普通にね、 GoPro とかのサブ電源で使ってます。あの頃はね、モバイルバッテリーというと粗悪品が多すぎて4つ連続ぐらい初期不良で死んだりしてたんで、こいつはかなり優秀です。もちろんがっつり使っていろんな旅行にね連れ出した愛着のある相棒でもあります。耐久性はね、僕が身をもって実証しているので、タフなモバイルバッテリーをお探しの兄貴はぜひチーロのモバイルバッテリーを購入してみてほしいですね。現在でも一部の人気モデルや VR 装置の専用バッテリーなど尖った分野でまだまだ販売を続けているメーカーですので、ぜひ一度覗いてみてください。ダンボーのねコラボモデルとかもずっと売れている人気商品なんで、こちらもおすすめです。第1位はパワーアドのパイロット X7 です。容量は 20000mAh となります。このバッテリーは災害時などにも活躍できる大容量タイプのものとなります。こいつはね、もう Amazon でかれこれ5年以上同じ形同じ名前で販売が続いている超ロングセラーバッテリーとなります。それだけ買う人がいるっていうことですね。 20000mAh もある大容量ながら、基本的にいつ買っても価格は2000円ぐらいと超激安な商品です。ちなみに僕が買った時はセール中だったので、まさかの1300円で買いました。下手したら都内のランチより安い。でもね、耐久性も安定性もバッチリです。1年半ぐらい使いましたが全然壊れる気配はないです。でね、この20000mAh の大容量って何に使うんだって話なんですが、アウトドア用とか長期旅行用とかでね使う人がほとんどです。でもね、容量的に重量が 370g とかちょっと重いので、僕はこれらの用途には使っていません。というか家から出していません。こいつの真の使い道はコンセントがない場所での電源代わりです。僕の場合はコンセントが配置されていない玄関にスマートウォッチの充電台供給用電源として活躍してもらっています。台自体はね、木材で自作したんですが、この中にこのバッテリーを仕込んでケーブル類を収めれば、綺麗なスマートウォッチ充電台として玄関に配置できます。帰ってきた時にね、スマートウォッチを玄関に置くだけでいいので、めっちゃ便利な環境になりました。容量が 20000mAh もあるので、充電ペースは早くても3ヶ月に1回ぐらいです。下手したら半年ぐらい不要だったりします。これはね、便利です。1300円で構築できるので、コスパもかなり最高な感じです。あとね、1ヶ月に1回ぐらいこまめに充電しておけば、それこそ災害時に玄関から持ち出して容量を活用することができます。一石二鳥ですよね。とにかく大容量で安いので、コンセントのない環境でお手軽電源用途として活躍させることができます。はい、というわけでね、おすすめ5種を紹介したんですが、どれもね、本当はランク付けできないぐらい僕の中で超絶気に入っている製品です。全部ね、1位タイだと思ってもらっていいです。あとね、惜しくもランク外にした6位の商品もちょっとだけ紹介したいんですが、ワイヤレスイヤホン内蔵型のモバイルバッテリーです。この商品は Amazon で3000円ぐらいで購入できるんですが、容量が 4000mAh と実用的な範囲でありながら、それなりにまともな音が鳴るイヤホンを搭載しています。なかなか機能的で使いやすいんですが、ちょっとね、僕の利用頻度が低いので、今回はおすすめ5選からは外しています。あとね、番外編で一つ紹介したいのが、モバイルバッテリーというか、ケースプレイジャムというオンラインショップです。このサイトは約2000種類の中から好きなデザインのモバイルバッテリーの絵柄を選んで購入できます。
見た目も重視したい、個性的なものが欲しいっていうユーザーにはかなりピタッとハマるサービスだと思うんですよね。値段も3000円ぐらいで安いし、さっきもちらっと解説したワイヤレスタイプのモデルとかもね選べるので、結構種類も豊富です。よかったらぜひチェックしてみてください。というわけで、気に入ったモバイルバッテリーはありましたでしょうか。バッテリー選びの参考になれば幸いです。概要欄に紹介したバッテリーの特徴やリンクなどを載せておきますので、追加情報はぜひこちらでチェックしてみてください。あとね、皆さんのおすすめとかもコメントで教えていただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは、良きモバイルバッテリーライフを。またお会いしましょう。バイバイ。